ヨハン・アルブレヒト・ベンゲル・ベンゲル生誕300年記念切手ヨハン・アルブレヒト・ベンゲルは新約聖書の本文研究の草分け的なドイツの経験主義の聖書学者であるとされている。本文批評の原則を最初に確立した学者。ベンゲルが中便現大学進学部の学生であった時に聖書の完全霊関節についての信仰はイギリスの聖書学者、 ジョン・ミルのギリシア語聖書の3万もあった遺読によって混乱した。そこで本文の伝達を研究しようと決心した。長い間の研究により、遺読の数は予想よりも少なく、福音主義的な完全霊関節は揺るぎないという結論に達した。1725年に、 電ン,ンドルーフデルター派の牧師志願者予科学校で教えていた時に新約聖書の論文を発表して、しかし新約聖書の写本がいくつかの系統に分類されることを最初に認めた。比較的困難な読み方の写本の方が原文に近いという本文批評の原則を確立した。その後、電ン,ンドルーフ神学校の校長を長い間務めている。 1734年にベンゲルは、中便原でギリシャの新約聖書審判を出版した。その新約聖書で公認定文をあえて訂正しようとはせずに余白に遺読を列挙してコメントした。また、新約聖書の句読点を標準化して本文をパラグラフに分けた。1742年に新約聖書の作品、グノーモンを出版した。その仲介で、 聖書の中に何か別のことを読み込みことを否定して、聖書の中で文法上の諸原則を厳密に適用することを言明した。ベンゲルは晴れの子寺院の責任を持ったり、ベッテンベルクの福音主義教会の監督を務めるほど、個人的経験差は知られていたが、その説のために聖書の敵のような批判を受けた。ベンゲルは1752年に死去するが、死後11年後に、 ベンゲルの義理の息子であるフィリップ・ダービット・ブルクが、ベンゲルの説を弁護するために、批評資料欄の増法版を出版した。ジョン・エス・レイは、ベンゲルの、グノーモンを1755年に出版した、新約聖書仲介の基礎にした。ブルース・メッツが、新約聖書の本文研究 P128、キリスト教師4近現代のキリスト教、P150。ありがとうございます。